は9番エルフォンデルパサー。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。7番人気は8番グラスワンダー。実力は引けを取りません。2番人気は7番ナイスネイチャ。6番人気6番スマートファルコン。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。9番人気は5番エルフォンデルパサー。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。8番人気は4番オグリキャップ。5番人気は3番エルフォンデルパサー。4番人気は2番セイウンスカイ。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。注目の3番人気1番グラスワンダー。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。1番人気は9番エルフォンデルパサー。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。ゆったりと流れる美しい雲、青空広がる東京レース場。前日に降った雨のため絶好とは言えないやや重発表となりました。このくらいの馬場の方が合っている馬娘もいますからね。3番人気にはグランプリ馬娘1番グラスワンダー。この評価は少し不満か。2番人気はこの子。ここまで無敗グランプリ馬娘ナイスネイチャー。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。グランプリ馬娘9番エルコンドルパサー1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはスマートファルコン。セイウンスカ9番エルコンドルパサー。期待通りの結果を出せるか。1番人気9番エルコンドルパサー。スマートファルコン快調に飛ばしていきます。スマートファルコン先頭に立ちました。続きましたセイウンスカイ。セイウンスカイとスマートファルコン序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。花を奪っていったのはスマートファルコン。続いてセイウンスカイ激しい先頭争い。9番エルコンドルパサーここにいた。4番手には5番エルコンドルパサー。そして内目をつきましては3番エルコンドルパサー。そしてその外を回ってナイスネイチャー。大欅を越え4コーナーへ。セイウンスカイここで抜け出した。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。9番エルコンドルパサーまだ抑えたままだ。9番エルコンドルパサー外で足を止めています。9番エルコンドルパサー前を狙っているぞ。さあ今だ。さあここから先頭を伺うのはここからだ。見て待って。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはセイウンスカイ。いざ我が道は。4着を切りました。飛び込んできた。9番エルコンドルパサー並びかけてきたのは9番エルコンドルパサー。先頭2人の競り合いだ。9番エルコンドルパサー抜け出した。残り200。先頭9番エルコンドルパサー。しかしその差はわずか。追いすがるセイウンスカイ。9番エルコンドルパサー1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。勝ったのは9番エルコンドルパーサー。ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着にはセイウンスカイ。3着はオグリキャップ。